四国の乗り鉄にとっても便利なバースデー切符。今回はこの切符を使って予算線、予算線、そして土佐くろしお鉄道とゆるりと乗り鉄してきちゃいました。桃の乗り鉄日記。というわけで本日は香川県高松駅に来ております。そして乗るは特急石槌5号松山駅です。というのも今回はこちら、じゃじゃん、バースデー、あ、逆だった、じゃじゃん、バースデー切符を使って四国を特急でいろいろと巡ろうと思います。レッツゴー。このバースデー切符とは誕生月の連続3日 JR 四国全線と土佐くろしお鉄道全線の普通列車だけではなく特急列車自由席も乗り降り自由になる切符です。3日間特急乗り放題で12,000円、 JR 四国バスの路線バスも乗車可能です。グリーン車用もありますが、今回は普通車自由席用を購入しました。今回はこの切符を利用してぐるりと左回りに四国を乗り鉄しつつ四国の私鉄を勘定予定。まずは9時42分発の石槌5号に乗車して予算線を行きます。それでは高松駅を出発。お待たせいたしました。今日も JR 四国をご利用いただきましてありがとうございます。予算線特急列車石槌5号松山駅です。停車台発見、高松運転所を通過し、ものすごいスピードで走ってますよ。そして揺れもすごい。乗車したのは8000系。飲み物で揺れ具合わかるでしょうか。そして列車は頑張ります。特急しおっぱ5号を森をつなぎます。つなぎます。作業のため駅到着まであと2回ほど停車いたします。恐れますが到着までましばらくお待ちください。宇多津駅にて岡山駅から来た特急しおかぜと連結します。その様子をじっくりどうぞ。まもなくこの列車の前側に列車をつなぎます。つなぐ際ルーブがございますのでご注意ください。お待たせしました。石槌号ドアを開きます。動かして試運転しました。無事連結できたようです。というわけで改めまして、本日は JR 四国の特急石槌8200型、 JR 四国最初の特急、そして振り越しの特急に乗っております。はい、というのもじゃじゃーん、バースデー切符ということで3月生まれの伊藤、こちらの JR 四国全線のあと特急も乗れる、自由席特急も乗れる、乗り放題、そして土佐くろしお鉄道全線、 JR 四国バスも乗れる9,680円のバースデー切符を、はい、使いまして JR 四国をぐるりと一周してこようと思います。まあ、メインは私鉄環状なんですけど、せっかくなら私もちろん
はね JR 全線環状はしてるんですけど、特急はねそんな乗れてないんで、いっぱいこの機会に乗ってこようと思います。その特急の旅の様子をこの番組ではご紹介できればと思います。まずは予算線。ちなみに高松駅で買ったらこんな可愛いバースデーカードをいただいちゃいました。嬉しいや嬉しいや。お手洗いがさ、和式と洋式どっちもあるの面白いですよね。こちらは温度調整のつまみはもうなくなってしまった多度津駅前には SL が、いわゆる86、58685が生体保存されていました。そして多度津駅出てすぐに車両基地もありました。多度津運転区です。あいにくの天気だけど海だ。海岸地駅を出ると右手には海が広がっています。瀬戸内海です。伊予三島駅では8600系とのすれ違いもありました。2015年に作られた比較的新しい車両です。そして今度は山岸駅へ。揺れに揺れながら走り抜け、街に出たら新居浜駅に停車します。私にとって新居浜は大好きな水木奈々さんの出身地、いわば聖地なんですが、どうやら東洋のマチュピチュもあるようです。のどかな田園風景。そして街中を抜けていき、流れていく車窓をぼんやり眺めるだけで幸せですよね。ちなみに伊予西条駅は新幹線の父、そごう新次さんの出身地。駅隣には鉄道歴史パークもあり、行きたかったんですが定休日でした。そして再び海だ。お天気も晴れてきて青々とした瀬戸内海です。開放的な景色が見えてきたら、松山に到着です。というわけで松山駅に到着です。あっという間に着きましたね。いや下道というかね、普通列車で行くとかなり時間がかかるところ、わずか2時間半弱約ね。そしてこの振り子ならではの、ね、疾走感がたまらないですね。かっこよかったです。綺麗な瀬戸内海の海を見ながら松山駅に到着しました。そしてですね、今日はですね伊予鉄道を乗りまくろうと思っています。またね。そう、この旅の主題は私鉄環状。元京王5000系の車両に高まりつつ、渋い駅舎、海の見える駅といろんな駅を降り、ご当地みかんグルメを食す。みかんジュースも潮風とともにいただきました。もちろん路面電車も乗車。坊ちゃん列車ミュージアムで伊予鉄の歴史を学んだり、観光地道後温泉でお風呂に入ったり、そして最後は温泉街の飲み屋でちょいと一杯、終電でお宿に向かうのでした。ちなみにモハ50型にも乗車できましたよ。1953年戦後生まれのレトロな車両に高まりました。2日目の朝です。松山駅です。本日乗車するのはこちら、じゃじゃーん、アンパンマンです。四国といえばアンパンマンの作者柳瀬隆さんの出身地。 JR 四国にはアンパンマンとコラボしたさまざまな車両が走っています。これは予算線を走る8000系アンパンマン列車と2000系機動車の宇和海アンパンマン列車。切り離す作業を経て、この宇和海5号は2000系機動車のみの2両編成でした。ボディにはアンパンマンのキャラクターたちがたくさん描かれています。にぎやか。予算線と内子線を通り宇和島を目指します。デッキはこんなところや、車内にもキャラクターがいっぱい。この車両は1車両の中に自由席と指定席がありました。座席はこんな感じ。テーブルはなかなかレトロです。パンマン、今日はアンパンマン列車にご乗車いただきましてありがとうございます。アンパン
雪の列車の旅をお楽しみください。あいにくの天気でしたが、列車は山道をひた走ります。特急はすべて内陸の内子線回り。季節は初旬、桜が咲いていました。宇和島駅前にはこの駅の発祥となった宇和島鉄道で活躍したドイツコッペル社の1号機関車のレプリカが置かれていました。そして目指した場所は宇和島港近くにある道の駅喜三屋広場。この中にある穂積亭は朝9時から開店しており、漁師飯をいただけちゃいます。こちらは特製ダレをぶっかける日振り飯。実に美味でした。一番乗り場に列車が参ります。危険ですから白線の内側にお下がりください。さあ、宇和島から乗車するのはカッパ V4 予報です。来ました。ということで、宇和島でめっちゃお腹いっぱいになった後はこちら海王道さんのホビートレイン、カッパウヨウヨ号のキハ3人に乗りまして久保川へと向かいます。淀線です。久しぶりの淀線、四万十川の流れを眺めながら、この天気ならね、お天気も望めそうなんで楽しもうと思います。行ってきます。この海王道ホビートレインのカッパウヨウヨ号は宇土線を走る宇土線三兄弟の次男。フィギュアなどの模型で有名な海洋堂のミュージアムが沿線にあることをきっかけにコラボしています。見知らぬお兄さんだけど、このまるでカッパに見つめられてるみたいで可愛い。いいな、羨ましい。車内もカッパ一色。さすが海洋堂、ショーケースにはカッパのフィギュアがずらり。少し怖いものからこんなに無邪気なカッパさんたちも沿線にある四万十川で遊んでいるところのようです。そして私が大好きなのがこのカッパの親子。
以前は近づくとお父さんが喋ってくれたのですが、どうやらもうおしゃべりはしないみたいです。12時18分、宇和海駅を出発です。え、近くに新幹線ではもちろんありません。こちら淀線三兄弟の末っ子、鉄道ホビートレイン。ゼロ系新幹線がモチーフで、車内には実際に使われていたシートもあるのです。近長駅ですれ違いました。列車はのどかな山あいを抜け、次第に四万十川の支流広見川に沿って走るようになります。お、沈下橋。山あいをキハ32がひた走り、江川崎に到着。大好きなカッパさんとハイチーズ。江川崎駅を出るといよいよ四万十川に沿って走ります。四万十川です。まるでカッパさんと旅行しているよう。桜咲く四万十川をただ眺める、最高です。沈下橋が見えてきました。四万十川の名物沈下橋、増水すると水中に沈むことで橋の流出を防いでいるんです。ハゲ駅です。ユニークな駅名のハゲ駅。ポツッと佇むホームがたまりません。雨が降ったためか、なかなかの激流です。土佐大正駅では三兄弟の長男シマントロットを牽引する専用機動車ともすれ違いました。時には川を渡り、時には川に寄り添い。はい、というわけで久保川駅に着きました。宇和線久しぶりだったんですけど、めっちゃ良かった。もう今回ね、ちょっと雨降りの日々だったので、清流というよりかもゴーゴーと流れる濁流だったんですけれども、四万十川の流れ、時々見える沈下橋、そしてこの可愛いカッパをヨーヨー号で行くことができてすごい嬉しかったです。何々ね、私この三兄弟っていうのがあるんですけど、三兄弟の中で一番このカッパウヨーヨー号が好きなんです。あの新幹線もねいいんですけど、久しぶりにカッパさんにも再会できて、そしてまだ遅刻バースデー切符、ここから先も使えるんです。まだ今日はこの動画も続きますよ、イエイ。そうです、ここからは土佐黒潮鉄道に乗り換えて終点宿毛駅を目指します。そう、四国バースデー切符はこの土佐黒潮鉄道も乗れちゃうんです。さあやってきました、足すり号です。またまた2000系ですね。次に乗車するのは高知から土産線を走ってきた足すり5号。もちろんバースデー切符ならこれも乗れます。さあ再び出発です。まずは折り返す形で宇和線と同じ線路を走ります。そして川奥信号所で宇和線と分かれて大きくカーブしながらトンネルへ入ります。ぐるっとループ線で回りながら勾配を駆け下りて行き、土佐黒潮鉄道の線路を行きます。山を抜け土佐さぬき駅付近に来ると離島が浮かぶ、海が見えてきました。そして美しい田園風景、のどかですな。この列車は中村駅止まり。終点の中村ですが、まだここから土佐黒潮鉄道は続いていますよ。卒業メーターだって30あと6分間ね乗り換えなんで行きます。さて、今行ってきたのは中村線ですね。土佐黒潮鉄道お次が宿毛線になります。色味かわいい。これも柳瀬隆さんのね、アンパンマンじゃないですけど列車ですね。ここからはオリジナル車両です。こちらは KTK8021 をラッピングしただるま夕日号。宿毛湾の名物だるま夕日をモチーフに柳瀬隆さんが描きました。車内の雰囲気もほっこり。それでは中村駅を出発です。校内の研修庫の脇には車両が留置されていました。
中村駅から先の宿毛線は北鉄末期に第三セクターの土佐黒潮鉄道が設立した時に建設再開した区間。見晴らし最高の高架で四万十川を渡り、田園風景を抜け、のどかな景色をごとごとと走っていきます。なかなかアップダウンが激しくて、ちょっとジェットコースターは言い過ぎですけど、かなりアトラクション味があります。いや、橋もかっこいい。だんだんと街にも近づいていき、さあ、終点の宿毛駅に着きました。ずっとね、高架を走っていって、しかもなんか乗りとアップダウンがあってね、それぞれやっぱ被り付きで見るのにおすすめですね。車両も可愛かったし、楽しい時間を過ごしました。本当に宇和島までね、つながっていたかもしれない、めっちゃそういう計画のね、路線なんですけど、今もうね、全然もう完璧なる車止めです。せっかく宿毛に来たんで、宿毛も観光していこうと思います。せっかく宿毛に来たのだから、海風公園なる公園があると聞いて海へ。缶チューハイを飲みつつ、一人で夕日を待つ。そして晩酌は近くの居酒屋へ。このカツオマジでとろける美味しさでした。すっかりほろ酔いでお宿に戻り、翌日はじゃじゃん、東京で四国バースデー切符3日目はこちらの土佐黒潮鉄道さんの中村駅からスタートです。今日はまずね、このバースデー切符を使って土佐黒潮鉄道さんで気になった駅をいろいろ降りてみようと思います。行ってきます。そして最初に降りた駅は、というわけで気になって降りたのは、すぐ真裏に海のある何ぞの潮騒が聞こえる土佐白浜駅でございます。ちなみに1時間に1本なんですけど、9時台はないので、この駅で2時間ぐらいぼんやりしようと思います。お、海に出られましたよ。めちゃくちゃ綺麗。そして潮の香りがたまりません。いや、天気予報曇りとかだったけど、めちゃ快晴です。この絶景を見ながら、あらかじめ中村駅売店で買っていた駅弁をいただきます。売店は7時40分から。このおつまみセットも気になりました。ちなみにインスタントコーヒーもあるので、熱々のコーヒーも飲めます。朝のウォーキングをしている地元の方とお話をして、豊かな時間を過ごすことができました。そして次の駅へと向かいます。再び戻ってきました。これでまた中村方面へと戻ります。また下の海を見ながら走り、さてお次に降りたのはこちら土佐入りの駅。ロマンと伝説の入りの松原とありますが、なんで降りたかっていうと、これがちょっと昨日から気になってたんです。ケーキの職人山本。この駅にはなんとお菓子屋さんがあるのです。早速行ってみましょう。高知のレシピって何ですか？関西中心西に起こしてこっち行ったんですよ。ほー、こっちにそのまま向こうの今流行りのシュークリーム出したら売れないんですよ、はい、うん、あ、そうなんですね。あの物足らんいうことでだから本当にうまいもの作らんと。なるほど。いや、なんか海見てきたから海のブレンドをアイスでください。みんなそんな感じでさらに駅構内はコーヒー屋さんもありました、はい、というわけでまずはシュークリームをいただきます。中にはカスタードクリームがぎっしり。昔ながらのシンプルだからこそ美味しさが際立つ。皮もサクサクです。そしていただくのはサンライフさんのアイスコーヒー。地元出身のオーナーによる自家焙煎のコーヒーをいただきます。これもまた美味しい。
いや、私この車両好きすぎない？いや、最後までこちらの車両でした。そして再び乗車して、というわけで久保川駅に到着しました。四国バースデー切符3日目は、まず午前中はですね、こちらの土佐黒潮鉄道さんのいろんな駅に降りてみようということで、まずは土佐白浜駅行って、そして土佐入野駅行って2駅降りまして、全然違う海辺の景色とおじいちゃんとの時間や、そして朝の駅弁、今度土佐入野駅ではおしゃれな駅舎カフェでコーヒーを飲んでゆっくりとした時間、どちらも楽しい時間過ごせました。でもまだまだバースデー切符の有効期限あと半日あります。あれに乗っちゃいますよ。というわけで四国バースデー切符のラストは四国土佐時の夜明け物語号に乗車。この様子はまるっと一本でお届けいたします。ユニークな車内に、絶景に、忘れられない経験も。次回もまたぜひ見てね。いいねって思ってくださった方はぜひぜひ登録と高評価してくださったらとっても嬉しいです。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。